今日は交差がひどいですね。ということで家にいるんですけども今日のテーマはね大阪カジノは大失敗ということでカジノの追払いが万博かよとまあこんな記事が載っておりました。でただと言いますか私がねうーんと気にかかったのはカジノも失敗するって書いてあるんですけどもそのね肝心な理由の一つがね抜け落ちてるんですよ。で私ねもう今日ね動画にします。ということで女性の方ごめんなさいということではい話としてはねそっち系の話になっちゃうんですけどもいや私のね視聴者さん,ん20%が女性だから 心配なんですけどもただね成功するカジノの条件としましてこれ外せない のがあるんです、すで私、マカオで見てきました。しかもね、専門家といいますか、党のね、当事者にいろいろ話を聞いておりますので、そこをね、一時情報ということで、皆さんにお話をしていきましょう、えー。で、このマカオなんですけども、ご存知のように、このね、もうカジノでメッカってことになります。ただね、あの習近平の政策によって、あれを潰そうということになりましたので、かなりね、壊滅したのは事実なんですよ。だからね、私が言ったところも、きっと相当やられてるはずなんですけども、この情報というのは、あこの流行り病の前ね、直前の2 2019年に行ってきたことに基づいておりますと、じゃあまず、ですねこのプレジデントオンラインの記事を見ていきますね、大阪万博の中止はもう無理なのか、3187億円の税金を使って、カジノ建設のつゆ払いをするという、まあ無責任の体系でずっとね、これ、かなりの長文の記事なんですけども、載っておりました、全部目を通したんですけども、はい第3は万博よりもカジノありきではないのかと、つまりね、この第3の問題として、これがあるんじゃないかと。でしたその後2018年に悪 めたかいあやる方ができたとで大阪府市の財政問題を抱えてた松井氏はなりふり構わずこれに飛びついたと書いてあるんですねでね。 問題今日のポイントはここになります。カジノに来る外国人たちは爆打をしに来るので大阪経済の迫力効果は期待できないってありますでしょ。でね、ここなんですよ。カジノに来る外国人たちは爆打をしに来る。確かにその通りなんですが私がね、今日振触れたいのはそもそもね、カジノに外国人が来るかという問題になるんですね。で、オープン投資は来ると思いますよ。日本にね、こんなもんができたと言って来るかと思うんですけども、おそらく私はね、そっぽを向かれると思うんです。で、その理由があ次になります。 この写真見ていただきたいんですが、これね、マコウにあります MGM グループですね。で右下にね、漢字で美しい高い梅と書いて、まあ、美勾梅とでも読んでおきましょうか。ああそういう風に書いてあるんですけども、実はね、この MGM グループというのは、こういう形でホテルも運営してますけどもね、まあ,あっち系ですよ。まあ、男の人が、ね、遊びに行くあっち系。あっち系もちゃんとね、これ、運営しておりまして、それもねしっかりもうシステムに組み込まれているんです。で私、こう、ちょっと事情がありましてね、ジャンケットビジネスというもの、 視察がありまして、このホテルに行きました。あ、支配人からも話を聞きました。で、さらにはそっち系の方にも、あ、私遊びに行ってますよ。私集んではいないんですけども、そっち系の方も視察ということでいて、中も全部見させてもらって、システムとかね、いろんな話でも全部聞いてきたんですよね。で、これね、あ、これ私がね、泊まったホテルでさっきの MGM じゃないんですけども、当日泊まったのはこの一万五千円安いでしょたった一泊一万五千円でこんな豪華なね、ほらほら、すごいじゃないですか。ここに一万五千円泊まってきました。で、さっきジャンケット ビジネスって言いましたけどもこの写真、今まで動画でね2、3回使ったかな、うん、2、3回使いましたね。で、あの赤丸のところにはですね、現金でね、えー、7、8千万ぐらい、あのあそこにばーっとばらまいてありまして、で左手前のこの椅子の上にもかばんがあるでしょう。ここにもね、5、6千万、もっと入ってたかな、そんな感じで入ってるんですよ。で、えー、この真ん中のガラスに反射しているところに、男がね、2人映ってるんですが、これ私の、まあ、これはね、えーまあ、同級生ということになっちゃうんですけども、実はね、えー、この2人がジャンケットビジネスということ でついね、このジャンケットビジネスは何かと言いますと、このマカオでね、お金かけて遊ぶでしょう。でね、中国人が多いんですよ。成金の中国人が多くて、1回につき30万だ、50万でバッ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 こうやってかけていくんですけども、そういう人たちがすっからかんになった時にお金をね、貸すと。えそしてその利息を取って稼ぐという、そういうビジネスがあったんです。まあ、それね、もう今、本当にもう壊滅しちゃったんですけども、あちなみにこの2人の男というのは、 二人ともメガバンク出身でございます。うん、やっぱり金に詳しいんですよね。さあ、そしてね、これなんですけども、見てください。 バックに MGM と書いてありますねでね、えー、先ほど言いましたように、私はホテルもいろいろ話を聞きましたけども、まあ、そっち系の方にもね、じゃあシステムを教えてやるよということって、えー、こう責任者のともにそっちも行ったんですね。で、一通りね、システムを聞きました。今これね、説明しますけども、でそのシステムを説明して終わった後なんですけどね、あのわざわざ私のためにこういう形で会員カードを作ってくれまして、いや、ぜひ遊んでいけと。私、断りましたよ。いや、今日はいいと。<laughs> 遊びませんと。で、言ったんですけども、こういう形で会員カードを作って くれましてじゃあ今度マカオに来た時はね優遇するからこれで遊んでってくれということで、えー、私用のものを発行してもらいましたでねあのー、まあこれ肝心な話なんですけどもどういうシステムになってるかといいますとね遊びに行きますよねまあこれはカジノです で遊びに行くんですけれども、あの太いお客さん、まあ、いわゆる太客と言われますけども、ね、こういう人たち、もちろん男性になりますよ、やっぱりね、あっち系の遊びもね、セットで皆さん来るらしいんですよで、それがね、ワンセットになってる、もちろん興味ない人は全然遊びませんけれども、それもワンセットになっているという関係があって、この MGM グループでも、ホテルはやります、カジノはやります、さらにはあっち系も施設がね、すさまじい大きい施設,も施設がどんとこうマカオにありましてで、そこでお金を落としてもらってもらっていくと。 でこの、ね、向こうの支配人が言ってましたけどもまあ,あ日本で仮にやるにしてもこういうシステムを一緒にしないとそんな簡単には成功しないといその時はね大阪のカジノの話はね出なかったんですけどももし日本でやるとしたらね日本でやるとしたらこういうシステムを一緒にしてやらなかったら日本じゃ絶対成功しないということを話していたんですよで実際日本を見てください大阪やるでしょうでカジノはできましたところがあこれ系の遊ぶとこってどうです、まあ、確かに大阪市内に 出ればありますけども既存のものを紹介するって感じになっちゃうでしょ違うんですよこのねマガオなんか見ますとこのカジノというあの範囲の中にこうしたあっち系の遊びも全部入っちゃってるんですですから今回で言うんであればあの万博の会場の横に IR ができるでしょあの島の上にこっち系の遊びの施設も堂々とねもう光明盛大に存在しているという状況なんですよだからここもねホテルあるでしょで遊びあのカジノがあるでしょでそこからタクシーでちょっと行くだけでこういう 遊びのゾーンがここではね、まあ、ちらっと,とだけご紹介しておきますけども、ああの私、遊びに行ってませんからね、話を聞いて視察しただけなんですけども、これ本当ですよ。で、あの実際行きましたらね、女性のマネージャーとか出てきて、中ずっと案内してくれたんですが、びっくりしたのはね、ほとんど健康ランド。 完全に健康ランドなんですよすごい明るいんですね。陰ビな雰囲気なんかみじんもありません。こんにちは、いらっしゃいませみたいな形で案内してくれて、ここが待合室ですとかね、でここがジャグジーバスになりますで。ここ食事ルームみたいな形で、なんかみんなガウンみたいなものを着ててくつろいでるんですね。この客ですよ。客の方がね。だからね、雰囲気健康ランドだと思ってください。でただ、お風呂に入りますと、まあ、そこでこうなんだ、あジャグジーみたいに疲れながらね、こう女の子がバーッとこう出てきまして、でこう胸と言いますか、この腰あたりにね、なんか 番号とか、ね、色が色々書い書てあるんですよでこの色といいうののが、まあ、いわゆるその女の子ののランクってやつですよねこの子は S ランクだよ、A ランクだよみたいな形が書いてありましてで、そのお風呂に入った後に、まあ、その女のマネージャーの方に、A ナンバーの女の子はいいですかみたいなね、こんなことを言って、まあ、まあ、なんか奥の方に行ってというね、こういうシステムにこうなっているということを話してくれました。いや、女性の方大丈夫ですかね。大変申し訳ないんですけどね、えー。こんな話したもんですから、今までもね、この話をしようと思ったんですけど、ちょっと控えておりました。私 ね、はい、こんな風になってるんですね。で、ね、えー、実際日本に帰国してからも、さっきのね、mgm、あれ、あったでしょ。これね、ここのね、人からはラインがね、しょっ。 ちゅう来ましたね。LINE も交換したんですよ、ね。しょっちゅう来るんですよ。ぜひ遊びに来てくれと。次はね、次回、マカオには一体いつ遊びに来るんだと。すっごい営業熱心だな,なと思いました。ただですね、うーん、あのね、流行り病になってから1年ぐらいかな。そうしたらもうぷっつり来なくなっちゃったもんですから、ひょっとしたらこの MGM グループもね、これかなりやられて、そっちの方ダメになっちゃったかもしれませんけども、基本的にはね、こんな感じになってるんですよね。どうですかね、ここまで話をしていくと、もし大阪でカジノをやった場合ね、純粋にカジノを をね、にやってくる外国人、まあ、最初はいるとは思うんですけどもマカオとかこういうとこで遊んだ人からしちゃいますと大阪に来るとね何か面白くねえよなっていうふうになって結局大阪というのはそんなに流行らないんじゃないかと私思いますねはいそしてねこちらのまあもちろんこれ中国の人ですよ言ってましたけどもこういうことやらないと絶対そんなもん返すなんて流行らないよなんて言い方をしておりましたさあ皆さんどう思いますかね、えー、これはね私としては何とも言えないんですけどもこんな話を聞いたわけなんですよ でこの時なんですけどもお支配人のねもう非常に強烈な営業に会いましたけどもこう毅然と私は断りましてね街中の安いねマッサージに行ってくるとでこれはね2500円払ってね90分だったんですけど90分ですよ2500円ものすごくしっかりしたマッサージなんだけどもこれでね、えー、すっきりしましてこう、ね、お部屋に帰ったというねこう次第でございますとでちょっとだけね記事の内容ねやっておきましょうまああの記事はすごい長文なんですけどもやっぱりね、はい、前回の万博のような目玉がないから これは厳しいんじゃないかとかねで、あれほどひどい建築は建築家から見たらあれ、ね、例のリングになりますよ340億円かけましてあんなひどいもんはねえだろうとこのリングでございますよねでねこのリングについて最近はもう話題になってませんけどもやっぱり、ね、リングって大問題でしてねでこのねほら 最初皆さん知ってますリングっては当初の予定にはなかったんですよ。なぜか総合プロデューサーが途中で急にこの話を持ち出してきて340億円さあ行ったろうってドーンとぶち込んだんです。ところが公的説明が皆無なんですよ。 おかしいでしょう。どうどいう経緯ででここんんんなな話を持っっててきたんだってことになるんですで。さらに言いますとこの総合プロデューサーってのは藤本さんって方、まあ、この建築家なんですがねこの建築家の方が一押しでこの話を持ってきたんですけども自分で設計やらないんですよ他者に委託しちゃうんですおかしいでしょ普通こんな風にね自分が熱を持って持ってきたらじゃあこれは設計は俺がするよってなるんですでちなみに1970年の,あの大阪万博あの丹下さんですね有名なで万博のシンボルを設計した時というのはこれ丹下さんの設計ですだから遺産として して残ったんですよでこうやって買って考えていきますとねおかしいんじゃないかって私は思いますけどもねはいそんなようなこう記事がこういう形で載っておりましたとさあいかがだったでしょうかねうんまあ最後ねちょっとあの万博のリングの話もしましたけども本ちゃんで私が話をしたかったのはこのね万博のこの IR の方でございます外国人が来てわーっと流行るんじゃないかっていうんですけども現実にはねそんな風にならないじゃないかという話でございましたどうですかね私のこの見立て 当たるでしょうか当たらないでしょうかこれはねよく分かりませんけどもねさあ今日の動画が良かったと思う方はいいねボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。